あのね、ツイッターとインスタでプレゼント企画やったじゃないですか。5名様。あれね、まだね、抽選してないんですよ。抽選してなくて、うちの奥さんと話をしてたら、3人でやった方がいいんじゃないかっていう話で、まあ確かにそりゃそうだねっつって。で、まあ外れた人から恨み買うのも俺だけじゃなくて済むんで。あ、ワイルドけ。そうそうそう。でけ。何？くじ引き？くじ引き。くじ作ってきた。くじ作ってきました。すげえ。はい。カッターナイフでセコセコ切って。すげえじゃん。ここにあるんですけど。あ、今から抽選会ってこと？抽選会。んで。あ、ちなみにこれが例の物です。はい。プレゼントです。はい。どうぞどうぞ。すげえね、やっぱり現物見ると。なかなかいいでしょ。キラキラしてんな本当。ということは俺もインスタで物流さなきゃいけないに。3万円で。パーケンで。パーケンみたいな。うわこれ。ありがとう。キラキラ。あ、どうぞどうぞ。キラキラだねこれ。一応ねこっちがツイッターで。でこっちがインスタです、はい、っていう感じで一応作ってきたんで、酔っ払う前にやるか。でそれとは別にですね、ちょっと今回ね2人にプレゼントをと思って、ちょっとサプライズのものをね僕はちょっと持ってきましたので。マジで？はい。電動とか？え、車？モーターバックスかなんか1台ずつ。えらい話になってきたな。これ無茶ぶり、ありがとうございます。はい、ちょっとせーので開けていただければ、まあつまらぬものではございますが、横これせーの、おすげー、すげー、ナルゲンじゃない、あナルゲンボトル、あーこれ涼しいやつね。そうです、ありがとう。そうだ、涼しいタオルをね、作ってまいりましたんで。おお、作った、はい、作ったじゃないこれ。あ、本当だ。あ、中に。本当だ。あ、すげえ。本当に作った。そういうことなんだ。あ、そういうことなんだ。すげえ。わあ、やじゃ今からやらねえけんこれ。これ寒い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 。わ、すげえ。すげえ、本当にすごい。そう、これをね作ってまいりましたんで。ありがとう。これくれっていう人がおるんじゃない、そしたら。これはさすがにね、まあ3人だけで使ったらいいかなと思って。これ売ればええじゃん。売ればええじゃんって。すげえこれ。すげえなんか。あ、これちゃんとあれなんだ、うん、ボトル引っ掛けられるようになってるし。いや、なんでそこに巻く。すぐ巻きたがるんだけ。あー、すげえ。そう、一応ね、ありがとう、まあ、濡らしたら、まあ、涼しくなるっていう、ね、はい、で、しかもボトルケース好きなんだ、ね、そうなんですよ。あー、ありがとう、はい、ぜひぜひ。ありがとう、嬉しい。使ってくださいということで、家宝にせんねんけど。なので、これ行きましょうよ。ありがとう。何、抽選会。まあ、じゃあ責任転換が始まったと。でね、俺ちょっと失敗したなと思ったのが、うん、ツイッターはそのリツイートっつって、なんつうんだろう、その投稿を自分の方にもやってくれるっていうやつがあるんですよ、うん、だけどインスタっていいねしかないから、そのいいねしてくれた人がみんな応募してくれたかどうか分かんないんで、インスタはちょっと多めに抽選しようかなと思ってて、10人ぐらい引いてみてでいいんじゃないですかね。いや、その最初の5人でいりますって言われたら送ればいいんですけど、いりませんってなった場合にっていう話で、だったらどうしようか。俺これ順番で、俺も5名ぐらいやるか。ああ、いいですよ、もうその辺はもうお好きに。はい、じゃあちょっと告知してみようか。ちょっと俺はとりあえず会った人に配っていこうかなと思って。お会いできた方に。さあ、じゃあ行きますか。要あるパターンじゃん。釣り屋さんの名にかけて。釣り屋さんの名にかけて。出た。釣り屋さんが引かねえけんじゃん。ニョロよって。ニョロよ。とりあえずこれツイッターからいきましょうか。ツイッターから。はい。ちょっと目つぶってやろう。もう1枚これ今。握っちゃう。1枚です。やたろうアットマーク JZX93? やたろうさん。やたろうさん。では。入れるもの。入れるものなんで、おい、こら。まあでもそこ入れといて後であれしますか。とりあえず動かしますか。風でヒューって取れる。多分あ、録画で撮ってるから後分かる。分かる分かる。はい、もう後は。よし、行くよ。もう次言いません。はい。リーディさん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 だね。リリさんですね、うん、で今度は福さんが2人ほど
弾いていただきましょう。中蔵さん自由時間研究所、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。もう何しにしとってんの変態とりあえずボケてとりあえずボケにはいけんじゃん、これ変態。いやそんなちゃんと撮れや、ちゃんと。いや1枚でも難しい。じゅんちゃんさん。はい、じゃあこれモッツさん。ん？モッツさん。モッツさん。はい。これで5人。5人ですね。じゃあツイッターはこの5名で。はい、あっちを引こうかまた。はい。でインスタ？インスタの方は、はい。これも鶴屋さんと迷いちゃんの名にかけてお願いします。じゃあ最後は先に引き2人。最後は先に2人引き。え、TikTok？ TikTok？ 何やってないじゃん。ゴリゴリさん。はい。あと2つ。もう1個。もう1個。これなんかたくさんある。これか？愚痴のチャンネルさん。はい。名前が入ってる。あとえ、こっちはよく弾くったっけ。そうですね。10人ぐらい行きましょう。じゃあもう1枚行こうか。俺はよし、俺もまた名前が入ってるし。外飯レシピさん、はい、はい、ありがとうございます。で、これで今4つ。4つ、あ、でも入ってる。2つ。あ、なんか固まってる。中富の塊？高まり？肉球工房さん。あ、肉球工房さん。あ、知ってます？肉球工房さん。ほい。サトタスさん、はい、ありがとうございます、はい、これで、ツイッターとインスタと両方ともね抽選できましたんで、これをまた発表しますんで、また、はい、とりあえず動画上げて、でそこから発送してっていうのをねやりたいなと思います。お二人には10枚ずつ渡したんで、じゃあやりましょう。もうこの残ってるステッカーに関してはもうご自由に使ってください。ご自由に、はい、売るなり焼くなり、はい、パーケンにするなり。いや、この間もあれじゃん、ライブの時買うって言ったことある。ステッカーね、買うって。そうそう、まあでもね、今回そのステッカー作って、あとさっきのタオルもね作れたんでよかったっすわ、ね、なんかこれ見たら作ったっていう。ってるもん、ね、いやいや、でもタオルは嬉しかったな、ありがとう。あ、マジですか、ありがとうございます。ということで、またお時間をね、お楽しみいただければなと思います。ちょっと寝て待とう。このおじいちゃん、なんか5枚は何かあった人で。